さて続いてこちら、モームスがプリキュアを歌います。モーニング娘。15がアニメ映画プリキュアオールスターズ春のカーニバルの主題歌を歌うことが分かりました。メンバー全員がプリキュア世代ということで、すごく光栄で夢のようですとコメント。映画では飯窪さん、石田さん、小田さんが自ら妖精のキャラクターを描き、声優にも初挑戦しています。また初の試みとして主題歌今ここからが流れているエンディングでは、東京など5大都市の子どもたちが踊る映像が流れ、モームスが踊る映像もそこに合体しています。12年目を迎えたプリキュアの映画本編で歌われる曲をアーティストが歌うのは初めてのことだということです。豪華ですね。さて続いて、はい、